はい、ええー、皆さんこんばんは。こんばんは。んんはええとね。今日のエピソードはちょっと短くなるかもしれません。はい、はい、えっ、ー、とちょっとね。さっきあったことなんですけど、うん、あの僕がですね。子供と一緒にあの公園に散歩に行った時のことなんですけど、うん、あの最近はね。やっぱりそのコロナま開、あ、けてきたというか。 だいぶ規制も緩くなってきたということであの昔みたいに外国人の方がハイキングしているのをよく見かけるようになりましたそうだねはいあの僕らの住んでいるところはそのトレッキングとかハイキングのコースとして結構有名な場所であのまあ半日ぐらいですか4時間とか5時間ぐらいかけて歩いてきた そのゴールが、えー、と僕らの家のちょうど前のその公園になるんですねそこは駅があるんですで駅に電車が全然来ないからみんなそこでこう飲み物を買ったりしてあのその公園でまあ座って、まあ、ご飯を食べたりなんか飲んだりして電車を待っているっていうところなんです、うんうん、であのよくこう まあ僕も子供と一緒に遊んでたりするんで歩いてたらあ「どうもこんにちは」っていうかあの、まあ、道を聞かれることとかもあるんですうん、うん、道を聞かれたり電車の時間を聞かれたりあとはそのコロナより前だったらヒッチハイクでそのもっと大きな駅あの僕らの住んでる駅じゃなくてもっと大きな駅に車で連れてってくれないかっていうような、ね、人もいたりしたんですで あの今日はたまたまお話はしてないんですけどいつもあのお話をしたいなと思っててで僕もよく海外に旅行に行く時はなるべくその地元の人と喋りたいなっていう気持ちがあるんです、うん、だから地元の言葉も覚えるしその国の,その地方の言葉とかも覚えたいなっていつも思ってるんです、うん、でそれで思ったんですけどこれは僕、うん、完全に質問です今日。 あのまあ住んでいる人もいいじゃないですか、はい、僕の友達も結構住んでるけど外国の人ねでもその住んでる人かその外国からその旅行に来てる人かって見たら分かるじゃないですか、うん、荷物とかでも分かるしでもその時に「まあ、あのこんにちは」って声をかけたらいいのかその英語で言ったらいいのか分かんない時がある。ああし あとは一応だけど挨拶とかだったらスペイン語できるんでスペイン語でも明らかに話してるそのグループがそしたらスペイン語で喋った方がいいのかそれとも「こんにちは」って日本語で言った方がいいのかとか結構悩むっていうかふとこうね今日「あっ」て思ったんですよ。でどうなんでしょうっていう話です。 ししてもらえると嬉しいのかな、うん、そうだよね。でそれは何でかっていうとこの,このねポッドキャストをやっていたら日本に住んでる方も日本に住んでいない方もすごくこう日本語を勉強してもうとても上手なねあの外国の方がたくさんいてでその皆さんが日本に来てたりもしくは日本にも住んでいる 別の地域かから来た人た人ちかもしれなないいじゃないですかそうねそうだから日本語で普通に挨拶してあげるという,あげるというか日本語で挨拶した方が彼らは嬉しいんじゃないかと思ったりしたんです、うん、そうだよね、うん、まあでもそこは難しいところだなとも思うんですけどねうんうんだからちょっと悩みましたね 住んでるるところにもよるのかな私たちが住んでいるところは田舎なのでやっぱりこう英語をね使わないところに来て、うん、日本語に触れたいっていう方もいるかもしれない。まあ日本だからねうん、うん、とりあえず日本語で話してあげて「うんうん、あごめんなさい日本語わからないんで例えば英語でできますか?」とか言われたら英語にしてあげるとかの方が 楽しいかな。そうだよね。っていうのは思う。うん,うん、うん。だから、それをね、まあ、どうですかっていうのを聞きたいし、うん、あのいや、僕自身も外国に行った時に、なんか気を使われて、無理やり日本語とかで話してこられてもっていうところはありますね。確かにね。うん。僕はよく、あの、海外に行くと、あの、韓国か、 ベトナムとかの人に間違えられますあと<お>ラオスとかにもよく間違えられて <laughs> まあ中国語はあんまりないけどその言葉で喋りかけることら,られることが結構あってあ<ら>それはそれでいや日本なんでみたいな感じゃないですか <laughs> そ,う、ね、でそれすごく困るからもうその国の言葉で喋ってくれた方が確かに嬉しいなって今今思いました、はいまあ、なので まあ明日から普通に日本語で話しかけますかね。そうですね。うん。もう解決しちゃいました、ね <laughs> まあ。でも皆さんのね。はい、皆さんの意見もはい聞いてみたいです。<laughs> はいはい、ぜひね聞いてみたいなと思います。はい。でちなみになんですけど、はい。あの結構前なんですけど、あの松本城っていうね長野県松本城っていうお城があるんです。うん。はい。そこであの全然日本人の方なんですけど。 撮影をしてる時に声をかけられて「あの日本語の YouTube やってる人ですよね」って言われたことがあるんですよすごいそうなんですよあの「そうです」って言って本当にそうです嬉しいねいや嬉しかったんだけどあのなんか変な気持ちになりましたね <laughs>、まあ、一応こう顔を出してるからさ <laughs>、うん、あ,のあり得る話なんだけど、うん、で最近まあ,あの登録者もね徐々に増えてきているっていうこともあって もちろんわかるんだけど、言われるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりして。ね、なんかで、その一番びっくりしてたのは、その僕がカメラマンとして行って、お客さんの写真を撮ってる時に、すいません、すいませんって言って、あのなんか、<laughs> 日本語のみたいなの来たからその人たちが一番びっくりして、ね、お客さんが「ええこの人何,ど誰何,何なの?」みたいな「何者なの?はい」っていう YouTuber なのみたいな感じになってて <laughs> あのちょっと面白かったんですけど、うんうん、まあそういうね出会いももしあればあのいいですよね。そうですね、うん、ということで、まあ、今日は今日はあった出来事から感じたまあちょっと疑問です。 うん、皆さんの意見をお聞かせいただけたら嬉しいですはい、どうもありがとうございましたありがとうございましたではでは